のクラークを休ませるときはどうしても外部選手つかなきゃいけないので、はい、そこら辺は張本君ハードにやってもらいたいですからね。タイムアウト明け渋谷が早速フルコートでプレッシングをかけてきました。これですよね。新戦力の伊藤達也に対して挨拶代わりのこれもまたフルコートのプレッシングをかけました渋谷です。それとコースを読んでるので、うん、それとまあ伊藤中塚がよくブロックしました。ポティクラーク、あーっと石井のスイム、これはイージーバスケット、スラム、マカルー豪快なスラム、はい、全体が見えてますね、余裕を感じますよね、はい、ポティクラーク、ッあれそんなも止めますからね、スティール、さあここもターンオーバーから森ザネ、マカルー、エンドワン、バスケットカウント獲得、長谷川昇る。西野の手が出てきました。アウトバンド渋谷ボール入っていった田口、ここも渋谷のディフェンス、そして走っているベンザナメ、これはイージーワッですね、はい、このディフェンスから欲しいですね、終盤にかけた、はい、2分の1でした。さあここもわーかなりいいディフェンス、もう時間もかけられてますよ、そうですね、8秒渋谷ボール、いやいいディフェンスでしたね渋谷は、いや昨日からなんでしょうね、そのアングリチェンジがうまくいきましたね、はい、おっとグッディエスですね、厳しい結果、あっ、うん、バックパスになりました。まあ今宇都宮を51点に抑えてるわけですから ね、まあ、これね、あーあーこれはオフェンスファウルになると、オフェンスファールが出ました。うわー、本当に選手は頑張ったっていいんじゃないですかね、はいはいはい、比江島ブワーッと浮かして行きやすいようにしてるんですよね。なるほど、ストップに対して今ハデソン手を出してブロック、A パス、そしてまたハレルソン、苦しいスコット、ちょっとこれかな、オーバー渡辺に対して森田ね、あと1分30秒ですね、これスクリーン使う、おっとしてブリッジいった、取った、西野ステップから入った、おーよく決めました今、ここはいい守りから渋谷が得点、渡辺ひろぬいがボールを入れます、おー手にかけた、マカルーそのまま取れた、マカルーこれファール、これバスケットカウントしたんですけどね、はい、いらない分今渋谷はディフェンスでしのぐしかないですからね、そうですね、はい、ダブルチームラインに触れていました、ターンオーバー、まあ、こういったところを一つ一つということでしょうか、そうですね、はい、で今度は津山とベンザナメのマッチアップ、あーっと狙っていました、マカルー、マカルーのスワン、今度は3連のタイムアウト、スタミナ十分でしょうからね、今日は、はい、あそこでですね、なんとかインサイドを止めたいんですよね、と少し足を取られてどうか、こういうベンドラムのディフェンスですか、まずはですね、とりあえずマッチアップゾーン引いてるんですよね、今のはね、先ほどの広瀬のプレーでした、スイッチして福澤、ここは踏ん張りたい田中ですが、ここもスティール、佐竹のスティール、玉谷、そして石井、渋谷逆転、今度はたまらず茨城タイムアウト、一気に来ました三得点の渋谷、まあ、ただ石井平尾が入れます、ジェイコブセット福澤、あ4秒バイオレーション、ベストラメのこのディフェンス、かわした辻、2枚でいったダブルチーム、粘った渋谷、見応えがあります。
いや素晴らしいですね、ディフェンス。この球際の攻防、もう執念が伝わってきますね、両チーム。スピア下がり、これいい、ただここも渋谷が奪う、中村僕はね、トコ選手ちょっとかわいそうかなと思うんで、あそこが楽しいですよね、彼は。どうしつけるものがありますよね。さあ、そして渋谷のダブルチームがハマる。後ろを通して最後は西野、川谷のオシャレパス炸裂です。ここはベントラネが触る、出さない、ダイブしてボールを残しました。そして森田ね、さあ、取れました。カメロールの時に、はい、ピンタッチに人が多すぎますね。いきなりここは高い位置から当たっていきました。佐藤組み立てが入れていきましたが、これがアウトバンダー、まあ、とはいえ当たっていきます。課題のゲーム2というところに入っています。運動量豊富ですよね。西野下がりに行った。さあ、このタッチで3人で囲んでいきます。いいディフェンスですね。今もいいディフェンスですね。そしてファール、かもしれないですけど、やはり立て直すのはディフェンスだと思うんですよね。ボールこぼれる。ウィルソン、ここからリバウンドは誰か。いや、もう一度渡辺がタップで、うまかったですか。もう見どころですよね。あっと、クーリー、これが合わないが、渡辺だと。波がともう一度行く、おっと、ああ、ありません。クーリーゴールした。クーリー2人で行きます。そしてギャビン・エドワーズ、ギャビンとマカルー胸を突き出す、押し込んでギャビン、スピンで体を振り返す、マカルーのブロックショット。マカルーそのまま持ち込みますが、これは関野がよくついていきました。下秋田、アイバーソンはゆっくり中山に預けます。中山には渡辺と激しくいきます。アイバーソンとハリソンのところです。8秒バイオレーションでした。そうですね、ここは渋谷が望ましい。シュートもある、石井が入っています。前からが激しい、3人4人取っています。ここは慌てないところですね。新潟8秒になる、8秒バイオレーション。ああ、これは間に合わないか。ああ、間に合わない。いやー、ここですね、新潟。さあ、ニナベラから強く、まずはしっかり得点したい関係。福山と渡辺、カーター、松脇、ダブルチーム、松脇、カーター渡辺ついていく。ここもダブルチーム気味に見えますが、残り1秒、ちょっとクロックバイオレーション。ここは渋谷のディフェンスの勝ち。年末の千葉戦勝利を収めたゲーム2などもこういった非常に強い、そうなんですよね、ディフェンスを見せました。ここはダブルチームトラップ仕掛けていって、ジャンボールシチュエーション、2本を決められて、さらにターンオーバーを犯した後だったんですが、これジャンをしっかり切り替えてのこのトラップ、ここのトラップはパーフェクトなポジションなんですよ。ここまでは7対4、渋谷の方が結局はリードを広げる入りになりましたね。ジャンボールに対戦ディフェンス、ターンオーバー、そして藤井がすでに戻っていく、はい、この狙いが一つ出ました。渋谷です。ここはもうダブルチーム狙ってきた、森田が行く、そしてサバケ、スポーツマンライクファールが、ここはそうですね、宣告されました。まあ、ファール3つなんでね、そうですね、マカルーがね、はい、なのでこの1本ディフェンスでファールされたら困りますからね。さあ、最大26点のビハインドから15点差まで来ましたが、8秒バイオレーション、8秒以内にブロックコート相手を使いながら、藤井が行く、ベントラムについていきます。あー、シール、いいですね、アデルソン、ゾ
ンかもしれない。うわっ、ドーンですね。ドーンですね、はいはい、マッチアップドーンですね、はい、で、マンツーマンスの人がこれやはりジャンプ力というのはジャンプの魅力ですよね。おっと、ワウダーもしつこくいきました。ちょっと出ます、ハイタと今戻ってます、ハイタです。おっと、ベンドラメすぐに京都は得点を取らなければいけません。久保田どこに出すか、まだ持っています。久保田、あっと引っ掛けて、関野すごい、超えます関野、いや素晴らしい。パスを出そうとしたんですが、ここで関野手を出してきました。草丈がついています。安藤とベンドラメスティールを狙っている。ベンドラメはスティール王に輝いたこともあります。激しくやり合っている。ベンドラメついてくる。させない。時間が過ぎていく。たまらず、タフショットになった。まだよ。ここは24秒バイオレーションを奪いましたね。先に草丈をつけて。さらに、マカルーとキャンプシルベイターとして。マイボールしました。ベンドラメが待っていました。いいですね、仕掛けて成功しましたね。これでさらに2点詰めました。まず最初安藤選手がボール、なるほど、そこら辺はっきりしてますんで。あ、そうですか、はい、選手にとって今まさに試合試合がサバイバルということも言えるかもしれませんね。いやもう本当にそうですね、真剣ピリピリの中で選手たちはプレーやってるんじゃないかなと思います。あ、そうですか。今チャイニーズ対決戦、さらにはその後にはオーストラリア戦、ワールドカップ予選を控えている日本代表です。そうなんですよね、もう楽しみです。バーディーカップダブルチームでいくか、あーナイスです。おっと、ベンドラメものすごい味付きです。あーっと、ここはそのオフェンスファールになりました。そうなんですね、今村選手もすごいですね、やっぱり今日の外の今村っていうのは本当に外しません。すごい作りですね。ダーロから先に打たせませんでした。レフトハンドバックショットは落ちています。ベンドラメがスピードを狙いに行く。新潟戦では通算400スピードを達成いたしましたベンドラメレオです。マットジャニングには関野、そして篠山には今度はベンドラメ、ここビレガーのマッチアップです。篠山ビッグファジーカス D1 通算300試合出場達成。一気にはハリルソンショットクロックバイオレーション、守りましたね。渋谷がここはズレを出す。まもなくゲームが開始したので4分ほどが消化するところです。おー、よく取りました。いやー、関根よく頑張りましたよね、もぎ取りましたです、ゴール下です。カードのシュートの後、両チームこういうふうに下崎もね、しっかりディフェンスに行くといいですよね。はい、いいですね。アドバンスになりましたが、シビアボールです。いや、素晴らしいディフェンスですね。いいゲームです。フェンスチェックに行く、しつこいディフェンスです。カドバンスか、すごい、素晴らしい、伝わってくるプレーでした。最後は飛び込んでいきましたね。なかなかね、飛び込まないですよ、はい、もう素晴らしいですね、激しいディフェンスから足に当たって、こうね、そうですよね、飛び込むんですよ、素晴らしいです。恐れずというようなプレーでした、はい。